国務大臣は日本の内閣に期間限定で置かれる国務大臣。現在の正式名称は国務大臣。通称、略称は東京オリンピックパラリンピック担当大臣、オリパラ担当大臣、五輪、パラ担当省、五輪担当大臣、五輪担当省、五輪大臣、五輪省など。2013年9月、7年後の2020年の 第32回夏季オリンピック大会並びに、第16回夏季パラリンピック大会の東京都での開催が決定したことを受け、同年9月13日付で、文部科学大臣としての所管事項として、2020年、オリンピックパラリンピック、東京大会の円滑な準備に資するため、行政各部の所管する事務の調整を担当することとなり、文部科学大臣、下村博文が新設される、 東京五輪担当省を兼任することとなった。2015年の令和3年、東京オリンピック競技大会、東京パラリンピック競技大会特別措置法の成立により、内閣に東京オリンピック競技大会、東京パラリンピック競技大会推進本部を設置し、本部長に内閣総理大臣、安倍晋三、副本部長に内閣官房長官、菅義偉ともに、 専任の東京オリンピック競技大会、東京パラリンピック競技大会担当大臣を設置することになり、2015年6月25日に、下村の東京オリンピックパラリンピック担当の、剣務を解き、遠藤敏明が、初代の専任大臣として入閣した。内閣法不足第四項により、推進本部が設置されている間は、国務大臣の定員が1名増員されている。ただし、 橋本聖子、丸川珠代は内閣府特命担当大臣であり、オリンピックパラリンピック担当は兼務である。2020年3月30日、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大を受け、同年夏に開催予定だった東京オリンピックパラリンピックの1年程度、2021年夏への開催の延期が決定した。なお、特別措置法の規定により、 推進本部が解散する2022年3月31日までの期間限定の閣僚ポストである。ありがとうございます。